エムリン・ウォルター・ヒューズ、OBE は、イングランド出身の元サッカー選手。ポジションは、ディフェンダーと、ミッドフィールダーで、主にボランチを務めた。ヒューズは、バローイコールインイコールファーネスにて生まれ、かつて有名なラグビー選手であった父親、フレッド・ヒューズの影響もあり、少年時代はラグビーをプレーするが、その後サッカーに転向し百六十五年に、ブラックプールにて、 プロキャリアをスタートさせる。1967年に名称ビルシャンクリーによってブラックプール FC から6500ポンドでリバプール FC に遺跡、愛らしい笑顔がファンから愛された。また、激しく動き回るプレイスタイルからクレイジーホースという愛称で親しまれた。リバプールでは通算665試合49ゴールの成績を残し、 クラブ初の欧州制覇など数々のタイトル獲得。1970年ワールドカップのイングランド代表メンバーでもあった。1974から75シーズンからは、トミー・スミスからキャプテンの座を譲り受けた。しかし、それにより、スミスとの仲は、険悪なものとなっていった。1976から77シーズンには自身、そしてクラブ史上初となる UEFA。 チャンピオンズカップ制覇をキャプテンとして果たした。翌年もチャンピオンズカップを制し、クラブの連覇に大きく貢献した。しかし、1979年に膝を故障してからは、メンバーから外れることが多くなり、同年夏に9万ポンドでウォルバーハンプトンへ移籍した。その後もロザラム・ユナイテッド・ FC、ハルシティ、マンスフィールドタウン、ツォンジーと渡り歩き、1984年に、 現役を退いた。ヒューズの銅像引退後、その功績を称えられ、生まれ故郷のバローイコールインイコールファーネスには、ヒューズの銅像が建てられている。2004年11月9日に営民した。アルフラム勢により1970フィーファワールドカップのメンバーに招集されるも、出番には恵まれなかった。1974年に監督に就任した、ジョー・マーサーの下ではキャプテンに任命され、 キャプテンとして26試合に出場している。代表通算では62試合に出場している。ビルシャンクリーはヒューズとの契約を締結させ、ヒューズと共にクラブへ向かう際にタクシーの運転手に対し、この少年が誰だかわかるかい。未来のイングランド代表のキャプテンだよ。と自慢げに語ったが、実際その通りとなり、ヒューズはイングランド代表キャプテンとして十六試合に、 出場している。ありがとうございます。